はい、今日のお客さんの頭皮がねすごく乾燥してたのでちょっと老けっぽいのがねたくさん出ててカサカサだったんですね皮膚がね。それでねちょっと撮影したんですけどもこれカサカサになる原因っていうのはかん何で乾燥するかっていうと、まあ、シャンプーはね使ってないって言ってましたね油シャンしてるって。 それ正解ですよあのこんなに乾燥してるのにねシャンプー使ったら余計乾燥しますからね油取りすぎちゃうからねだからこういうふうにねもし髪が長いお客さんとかで頭皮がね老けだらけになってるっていう方は、うん、あのアミノ酸のシャンプーとかね使うといいですね洗浄力が弱いシャンプーねもしくはシャンプーしないっていうのがいいと思います。シャンンプーもリンスもリスしない方がいい方がですね 何もつけないで湯シャンで洗うっていうのが正解だと思います。体もそうですよ。あの乾燥肌の人とかアトピーの人は石鹸使わないでもお湯だけで洗うっていうのが正解です。余計なものを使うとね、あの取りすぎちゃうんでね、油をね、自分の毛穴から出てないのにさらにこう乾燥させる必要はないので。 で、まず自分の毛穴からね、油と汗が出てないんですよ。だから乾燥するんですよね。じゃあ、どうしたら油と、あの汗が出るようになるのって言ったら。油っぽいもの、なるべく食べるようにすればいいんですよね。油分がこう足りてないっていことは、食べ物がね、やっぱり。あの、そういうものが少ないんでしょうね。で、太ってる人って、肉とかね、あの。甘いものとか。 油っぽいもの食事好きですよねだからたくさん毛穴から油出るんですよ。でニキビになるんですけどね出過ぎてねだからちょっとねそういうお肉とかね少ないんじゃないのかな油が入ってるような食べ物ねそれをもうちょっと増やしてあげて食事で改善,し改善していくしかないね。 あとはあの運動不足は汗か,か,かいてないと乾燥するんで汗と油がちゃんと出るようにするにはこうやって20分ぐらいね毎日こう歩いて歩くと頭でも汗かくんでそれでも乾燥しないですよね汗も油もちゃんとこう体を動かすことによって出てくるので毎日適度なこう運動20分ぐらいのねこう散歩するのはいいと思いますね私ももそれを心がけてて分ぐらいいつも歩いつ歩ますね。 汗が出てればね頭皮乾燥してないのでまあ汗が出てればっていうか、うん、体の代謝が良ければねあの潤ってると思うんですよね。だから血行も悪いいんじゃないのかな。の、ね、かとにかくね汗と油が出る穴からね適度にその両方出てその油と汗がこう混ざってねクリームになったのが一番ねいい油なんですよ。 肌を守るねあの、ちゃんと自分でね自分の体を守るようにできてるので外側からね何かつけて補うんじゃなくて中からね自分の体の中から乾燥しないように持っていくっていうのが一番大事だと思いますね。